ルイシャルト・ボレスワフスキは、ロシア帝国領ポーランド出身のアメリカ合衆国の映画監督、俳優、演技教師である。本名ボレスワフ・ルイシャルト・スシェドにつき、リチャード・ボレスラウスキーの名で知られる。1889年2月4日、当時ロシア帝国、現在ポーランドのプーツクに近いデンボアグーラに生まれる。トベリの騎兵商工学校を卒業する。その後、 モスクワ芸術座で演技を学び、同劇団のメンバーとなり、その第一スタジオの演出家となる。第一次世界大戦中、ボレスワフスキは、帝政ロシア側の騎兵中尉として、同帝国の崩壊まで戦った。1917年のロシア革命後に同国を離れて母国ポーランドに移り、初めて映画を監督する。出生名ボレスワフルイシャルトスシェドにつきは、 ポーランド人にとってすら発音が難しく、ルイシャルとボレスワフスキと名乗った。監督作、カドナド・ビスワは、1919年から1921年のポーランド・ソビエト戦争におけるソビエト軍の強大さに打ち勝ったワルシャワの戦いの通称をタイトルにし、ワルシャワを貫通するビスワ側におけるポーランド軍の奇跡的勝利を描いた作品である。ボレスワフスキは少なくとも3度結婚し、 最後の妻ノーマとの間に、長男ジャンを設けている。1922年、ボレスワフスキは、デンマークのカール・テオドア・ドライアンが監督した、ドイツ映画、不運な人々に出演している。1920年代に、アメリカ合衆国のニューヨークに渡り、同地で、リチャードとして知られるようになり、移民仲間のマリア・オースペンスカヤと共に、後に、 メソッド演技法として知られる演技法を教授し始める。1923年、ニューヨークにアメリカンラボラトリーステージシアターを設立する。ボレスワフスキの当時の教え子には、リー・ストラスバーグ、ステラードラー、ハロルド・クルーマンらがおり、彼らは、後にグループシアターの創立メンバーとなり、スタニスラフスキー理論を実践し集団演技をした、最初のアメリカ人である。 1930年代に入ると、ハリウッド映画の監督をオファーされ、当時のメジャースターをキャスティングした重要な作品を監督し、この仕事はその死の直前まで続けた。1937年1月17日、カリフォルニア州ロサンゼルス市ハリウッドで死去した。マイ47歳坊津、同州イーストロサンゼルスにあるカルバリー墓地に眠る。真珠と未亡人は、 没後に完成し、遺作となった。1936年に監督し、公開された、花嫁外線が、没後の1937年8月に開かれた第5回、ベネツィア国際映画祭で、ムッソリーニ杯にノミネートされた。映画産業への貢献により、ハリウッドウォークオブフェームの星を、ハリウッド大通り7021番地に刻む。特筆以外はすべて監督である。以下、 リチャード・ボレスラウスキー名義、ありがとうございます。